マカリエフの紋章。マカリエフは、ロシアコストロマ州の南部にある都市。ボルガ川の左支流、ウンジャ川の右岸にある。州都コストロマからは東へ1 8 4トルシベリア鉄道上の町、ニエイヤからは南へ5 0トル人口は7847人。ニジニノブゴロド出身で多くの奇跡を起こし、各地に、 修道院を建てて歩いたマカリーという人物が1439年に、ウンジャ川沿いの現在のマカリエフの町の場所にいたり、陰性書を作った。マカリーは後に、ロシア正教会により、劣勢されウンジャの、かつにも物、マカリーと呼ばれるようになった。また陰性書は17世紀には、マカリーエボ・ウンジェンスキー修道院に発展し、1929年に、 ソビエト連邦政府により閉鎖されるまでラブラと呼ばれる格の高い修道院となっていた。後に修道院の周りに商人や職人の住む集落ができ次第に大きくなった。1778年にはマカリーエフナウンチェの名弟子となった。これはボルガ川沿いにある同盟の町との混同を避けるためだったが19世紀末には単にマカリーエフと呼ばれるようになっている。 19世紀のマカリエフは、冬、春、夏の祭日に死が毎年経つことで知られていた。マカリエフには17世紀から18世紀にかけて、建てられたマカリエフ・ウンジェンスキー修道院。1905年に、建てられたアレクサンドル・ネフスキー制度がある。また私立博物館も設けられている。マカリエフには、製材工場、木工品工場などがある。 天を折った織物も作られている。ありがとうございます。